雪山一族の太陽は塔に沈んだ。だがその輝きは未だに彼らを照らし続けている。故に雪山一族は生きながらえることができたのだ。その太陽が沈んでいても、それが残した炎はまだ燃えておる。いつの日か太陽は再び天元峰を照らすであろう。大師さん、今まであなたに聞いたことなかったけど、あなたは雪山の民じゃない。一体どこから来たのか。君を縛っているものが何か分かっているか。ずっと自分の感情に縛られてきた。心を灰にすれば誰も私を縛れない。私を縛れるのは私だけだ。